そうな感じにしました。身長にマッチしてるのはもうカオスですよね、ほんと、みんなカオスですよ、多分、みんな混乱状態です。まああれでしょう、時代の変わり目なんですよね、多分、本当に受け止めてるの新楽君だけらしい。あー、まあ極論言えばこの世界は全部自分の体なんです。体というか自分の一部なんですよ、この世界は全部。誰にとってもそのはずなんですよね。だから全員が大事なんですよ。それはダメだっていう日もあるけど、やっぱりこう無視はできないですよね。無視は無理なんですよ。無視はできないんですよ。やっぱ考えざるを得ないんですよね。もうでもいつでもいいですけどね、100年後に考えますよ僕は。もう疲れたんで、そんな感じでした。ありがとうございます。また、もっとかっこよくなって出直してきます。そんな感じでした。またもう、寝ようか。あの躁うつ病で言えば躁状態ですね。統合失調症で言えば糖状態ですね。そんな感じです。ありがとうございました。